一人じゃない一人じゃない一人じゃないから未来へ勝って2016年5月の一泊水星さんの運気をお知らせいたします。開運セラピストの美翔です。強みを伝える智翔です。一泊水星さんは新しいことを生み出す力を持っている星、一言で言うと進化、真夜中の23時から1時の星です。今月5月の一泊水星は七赤金星の素敵なところと四緑木星の気をつけなきゃいけないところをいただく月です。そうですね、今月は人気運抜群、社交性もあってレジャー運も良いので人と絡むことをいつも心がけてほしいと思います。はい、プライベートでも仕事でも新しい付き合いが増え、新しい人脈が築ける月ですもんね。ここで築いた人脈は後々まであなたを助けてくれる財産になるので大切にしてほしいなって思います。そうですね、はい、今月気をつけなきゃならないことは人間関係もスムーズなのでついつい気が緩みがちになることが心配です。例えばどんなことでしょう。はい、大事な約束を忘れちゃうとかダブルブッキングをしてしまうとか、そんなことのないように、それからあなたが言った言葉で相手をひどく傷つけてしまうこともありそうなので言葉にも注意が必要ですよ。わかりました。そうですよね、スケジュール管理とそれに口は災いのもと、この2つを肝に銘じることが大切ってことですよね。そうです、人脈は財産ですからね。はい、はい、では今月の運気カレンダーをご覧ください。1ヶ月のカレンダーを作ってみました。こちらのびっくりマーク、こちらは一泊水星さんが中宮に真ん中にいる日です。真ん中にいる日っていうのはすごくパワーのある日ですね。何か心に決めたことを始めるにはとてもいい日かもしれません。あと暗検察の日といってドクロマークを作ってみました。ちょっと怖いんですが、こちらは不意の出来事で何か物事が起こったりとか交通事故とか転んじゃったりとか、ちょっと気をつけなければいけない日になります。あとこちらの青いニコちゃんマークが鳴いてる日、こちらはニッパの日です。このニッパの日は約束が破れる日、契約ごとが破れやすい日となります。こちらもちょっと注意してほしいです。あと恋愛運にハートマーク、金運の日にこちらの金運のマークを作ってみました。もしよろしければご参考になさってくださいね。続きまして今月の方位をお知らせします。このニコちゃんマーク、黄色いマークですね、こちらは今月良い方角に方位になります。そして青い泣いてるマーク、月破と言いまして破れる意味を持っています。トラブルにあったり商談約束事が破れたりする方位となります。そしてバッテンのマーク、こちらは五黄札といって大凶の方角になります。移転や旅行などは要注意、こちらの方位に行かないようにしましょう。そして黒いドクロのマーク、こちらが暗検察、大凶を意味します。予期せぬ災いが起こりやすい方位になります。気をつけてくださいね。はい、では今月も元気のもと、はい、今月の元気のもとは楽しい会話がポイントです。好感度が上がりますよ、師匠より。最後に今月はまず自分が楽しいと感じることをやってみてね、師匠より。では素敵な1ヶ月をお過ごしくださいね。
ありがとうございました。ありがとうございました。